捕まっちゃった。どうなるの、山香港島の方のハリウッドロードに来ました。このハリウッドロードは、骨董品街になります。こういう感じで骨董品がいっぱい売ってるところで、すごく雰囲気のある街並み、すごいいい感じです。香港で有名なパワースポットに来ました。お母さん待って、ご利益あるかな。なんかちょっと日本の寺院とはまた、あーすごい、初めてですけど、ノスタルジックで本当素晴らしい。結構好きかも、香港。楽しいです。ここはキャットストリート、ガイドブック見て、やっぱり骨董品なので、外国人、白人の方たちが結構多いですね。お母さん、お母さん映ってます。うちのお母さんも骨董品大好き。買いすぎちゃっていらないの。え？買いすぎちゃっていらない？あら、すごいわね。
香港のマーケットに来ました。お魚がビチビチ動いてたり、すごいです。フルーツもすごい美味しそうね。香港のシティマーケット、エビもすごい、魚介もね、ビチビチのとこういうのがいっぱいあります。ベイにあるディムディムサムというヤムチャの美味しいお店に、ヤムチャを食べに行きました。めちゃめちゃうまいです。お母さん、ヤムチャ美味しい？うん、美味しい美味しいもうだいぶ食べちゃった。ディムディムサム、小さいお店なので並ぶことは確保してください。いつも店内は大混雑しています。4人買いに来ました。すごい、人と偽物バッグとかがいっぱいある。4人買いです。但我今日應承咗話係買個標俾佢。白白線，白魚です。白白線だ。に今ショッピングモールです。あら、船取ればいいじゃん。取ってる？どれ入ってる？だって線が入っちゃうだろ。船の上でお食事っていうのはここの海のこと？そうよ。ないよ。ないと。香港の植物園です。なんかね、すごい素敵な建物が建ってて。ちょっと見えないかな。素敵なんですよ、植物園。すごい。こんな緑がいっぱいある感じだ。すごい素敵。ボサボサだね。風が結構あって、天気があんまり良くない。すごい綺麗なの。香港の街並みがあるんだけど、グリーンがあって、すごい綺麗。いい感じです。間違い。植物園で両端がずっとグリーンになってて、母休憩中。香港デイ3です、トラムに乗って今、コーズウェイベイに向かって走っています。トラムに乗るにも一苦労。お母さん。面白いお母さん、トラム乗って。面白い。香港の人たちは中国人じゃないよ。中国人は絶対笑わないけど、もうこんなとこの人変わったら似合ってない。最大のカオロン最大の、繁華街を歩いています。母はもう疲れてしまったので一人で買い物してるんですが、すごい、こっちの方、カオロンの方はあんまり来たことなかったのですごいです。すごい人。今ね、
10時近いんだけど、もう人がすごい。そしてね、やたらに、なんだろう、アラブ系の人が多いかな。ね、すごいです。今、ランコムのマスカラが激安だったので、ランコムのマスカラ買って、あとちょっと薬局に行ってドラッグストアをちょっと見てこようかなと思ってます。4日間の香港の旅行が終わりました。今から飛行機に乗って日本に帰ります。今日は雨なので、香港空港も土砂降りの雨です。はい、では今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われた方は高評価ボタンお願いします。インスタグラム、フェイスブックやっておりますので、フォローの方お願いいたします。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またね。バイバイ香港。